またあったな。あんたたちもこのワープゾーンを調べに来たのか。異界ゲートとは似て非なるものだよ。これはフィールド内の別の場所に転移するワープポイントなんだ。異界とは違って行き先は固定だから安心して行き来ができるぞ。この先は地獄か天国か。赤髪の少女は両の手に剣を携え、未知の領域へと一歩を踏み出すのであった。ロマンだ。これはとてつもないロマンだ。あんたたちにもわかるだろう。そうと決まればワコード、自分の目と足で真実を確かめてくるんだな。赤髪の少女、まさかレインこの中に入っていったのか。そうみたいだね。ちょっと待ってキリト、気になることがあるの。この辺りには確かレブラコーンに伝わる秘宝が埋蔵されているダンジョンがあったのよ。景観はかなり変わっちゃってるけど。秘宝？そうなの？私そんなの聞いたことないな。トレジャーハンターのフィリアでも知らないくらいのレアアイテムなのか。それも仕方ないわ。何せレプラコーン内で漏洩禁止だって強く言われてる話なのよ。だから本当は言っちゃダメなんだけど。待てリズ、お前がこの先のプレイ中に同族から攻められたら困るだろう。それは俺たちに言ってもいいことなのか。種族同士で対立しているとは軽く聞きましたが、そんなに仲が悪いのですか？キリトさんたちを見ているとあんまりそんな感じがしないのです。うん、実は ALO は PK 推奨のかなりハードな PVP 仕様で、種族間抗争が前面に打ち出されているゲームなんだ。だから同種族内で嫌われるとプレイしにくくなっちゃうんだよね。そうなんですか。 ALO はブレインバーストと違ってクエストが豊富なので、 PVP がメインの遊びではないと思っていました。リズ、俺たちが今やっているのはユイを救いバベルの野望を知ることだ。だからといってそのために本来のゲーム攻略の楽しみを歪めてしまうようなことはしたくない。そうだよ、今後のゲームライフを犠牲にするなんてちょっと違うと思うよ。ちなみに可能ならでいいんだけど、どうして言えないの？ただのレアアイテムでそんなタブー的なお触れなんて出すかしら。それはね、そのクエストが超希少なクエストだからよ。そのダンジョン内のレアアイテム、それは ALO においてたった一つしか存在しないってわけ。たった一つ？レプラコーンのプレイヤーたちも神経質になるはずですね。でもうん、決めた。私やっぱりみんなに言うわ。だってきっとレインがここに来た理由は、この異変に対して対処法を一つでも増やしておきたいと考えたからよ。もちろん今のフィールドの状態じゃ本当に秘宝の眠るダンジョンがそのまま残されているか定かじゃないわ。侵食や適合によってバランスが崩壊していることだって大いに考えられるし。俺たちの目的に本当に役立つのか。わからないわ。でもレインがそこにかけたのなら、私はその意思を無下にはしたくないの。そうか、わかった。リズ、ありがとう。感謝しなさいね。話は行きながらするわ。まずはレインを追いましょう。
ープゾーンの先は見てきたか？気をつけていけよ。いかにも何か出そうって感じだよね。そりゃダンジョンだ、出るに決まってる。もうお兄ちゃん、そうじゃなくって。ちょっと得体の知れない恐怖感とかありますよね。おいクロ、何ワクワクしてんだよ。ホラー FPS ゲームじゃねえぞ。そういうニコこそまあここ一帯のエリアは超高難易度ダンジョンかもしれないって話だろ。君子危うきに近寄らずが賢明な判断だな。よし、いいな、回復するぜ。これでどうだ、これでどうだ。任せて、これでいいわ、これでいいわ、これでいいわ。いいだろ、任せろ。うかつに相手をしない方がいいわ。危なくなったら逃げろ。この程度余裕というわけだな。回復するぜ。安全、追ってこない。これで決めるわ。
にしてるわ。はあ、これなら。よし、いいな。
行けるわ。これで決めてやる。心配ない。手加減はしない。押されているか。無理しちゃダメだよ。これで決めてやる。これを使おう。この程度かすり傷だぜ。期待していますよ。これで決めてやる。ほう、悪くない。すごいよね。頼りにしてるわ。これでどうだ。これでどうだ。任せて。これでいいわ。無理は禁物よ。助かったよ。これでいいわ。これでいいわ。いいだろう。回復するぜ。任せて。これでいいわ。
強くなれるな。すごいよね、頼りにしてるわ。これで決めてまだまだやったのか。感謝するぞ、キリト。これならどうだ。これで決めてまだまだ。心配ない、これで決めて。なかなかやるな、ロータス。大丈夫？磨きがかかったな。これで決めて。これで決めて。そこだな。いいね、これほどの手だれとはな。ローダス、ローダス、落ち着くな。これならどうだ。
でも、こんなところに一人で挑むなんて、かなり腕の立つ方なのでしょう。ああ、あいつはもともとソロで活動していたプレイヤーなんだ。なるほどな。ますます会うのが楽しみになってきたな。レインの名をかけて、頂上決戦だぜ。いや、だから2個はもう2個でいいだろう。うっせえな。今のは気合を入れただけだろ。二人は本当に仲良しなんだね。イエス。そして毎度その二人を見て、各所から冷たい視線が走る。先輩、チーフ、なんでそんな目で僕を見下ろしてるんですか。たくみよ、お前の言いたいことはわかるぜ。ようやく僕にも同志ができて嬉しいです、クラインさん。
オンに欲しいくらいだね。アスナの腕はスターマー、これで決めるわ。いいだろう、とっても頼もしいわね、ロータス。任せろ。安心してくれ。よし、いいな。
回復するぜ。これでいいわ。倒した。強かったですね。あ、待って、今のボスのドロップって。やった、手に入れたわ。これがレプラコーンの秘宝、ベルンド・スミスよ。ベルンドって確か北欧神話の伝説の鍛冶職人の名前ですよね。ええ、そうよ。眉唾レベル、都市伝説クラスの鍛冶妖精専用アイテム、本当にあったのね。俺には飲むタイプのポーションにしか見えねえけどな。やっぱ高貴なものにしかこのアイテムの輝かしいまでの希少性ってやつはわからないのよね。何を？まあ手に入ったんだからいいじゃないか。でも少し変だと思わないか？え？何が？レプラコーンに伝わる秘宝がこんなに簡単に手に入っていいのかってことさ。確かにな。ボスは強かったが、秘宝級のアイテムが隠された高難易度ダンジョンなら、あのボス級のモンスターが無数に徘徊していてもおかしくはない。なるほど。それこそ足を踏み入れた瞬間に全滅するくらいの難易度になっているかも。リズさんが予想してたように侵食のせいで設計バランスが崩れちゃったとか。しもべ、半分正解です。メタトロン、半分って？この世界へと流入した凶悪な存在そのものがここを通った形跡があります。本来ここで妖精たちを迎え撃つはずだった強力なビーイングたちはそのものによって駆逐されたと考えていいでしょう。駆逐されただと？そいつが片っ端からこのダンジョンのモブを倒しちゃったから結果的に難易度のバランスがおかしくなったってこと？おいおい、何なんだよそいつは。よ、暴虐の限りを尽くす破壊者ってとこか。嫌な予感。うん、僕も感じる。強い敵を前にしてるのに全然ワクワクできないって感じ。それよりも先に行きましょうよ。レインがいるなら少し心配よ。レインはそいつに襲われちまってるんじゃねえだろうな。それはないでしょう。凶悪な存在の奇跡こそあれ、今はここにはいないようです。ケイ、でも油断はできない。心配してても仕方ないよ。私たちは進むしかないんだから。行こう、みんな。ああ、と、新しいワープゾーンが出現してるな。本当だ。今度はどこに繋がってるんだろう。これでいいわ。回復するわね。ルリは禁物よ。Come on.
なたは。やあ翼を持つ者、まさかこんな場所で会うなんてね。レイン、みんなやっと会えた。よかったよ。レインちゃんも無事でよかった。ああ、これで全員と合流できたな。レインさん、この人とこんな場所で何やってるんですか？どう見てもダンジョンの中でお茶してるようにしか見えねえな。実はこのダンジョンのボスに一人で挑んだんだけど負けそうになっちゃって、このプリキュライターさんに助けてもらったんです。こんな場所だが一息つくのも悪くないかと思ってね、お茶をご馳走していたんだ。まさかあなたが来ていたとはな。こちらも驚いたよ。神聖ネガビのメンバーに赤の王とその従者レパードじゃないか。レイン、あんたやっぱり秘宝を取りに来たの？うん、この異常事態できっとキリト君たちはダイブし続けるって思ったから、私にできることってなんだろうって考えて。レイン、頑張ったわね。あんたの決心があったからあのアイテムも手に入れることができたんだわ。手に入れ、そうなんだ。ありがとう、みんな。それはこっちのセリフだよ、レイン。レイン、頂上決戦をするつもりだったのに、あの塩らしさを前にしちゃバトル挑めねえじゃねえか。ニコもレインの可愛らしさを見習った方がいい。そうだね。んだと？春行き、てめえ今同意したろ。え、あれ、思わず心の声が出ちゃった。もっとマシな弁解はねえのかてめえ。相変わらず騒がしいわね。あのブリキライターさん。なんだい、君はシアンパイルだね。どうしてこの姿で僕たちがネガネビュラスのメンバーだと分かったんですか？そうだね、それは私が君たちのテイムするビームさんと別の意味でハイエストレベルを知るものだからと答えておこうかな。それはどういう意味でしょう？ブリキライター、我々のこの姿は別に気にしないさ。私はただブレインバーストの探求を続けるうちにここにたどり着いただけ。現実世界の君たちの姿を詮索する気もないし、他に喋ることにも意味を感じない。そうか、そう言ってくれると助かる。あなたも共に来るか？いや、やめておこう。ただこの世界にはもう少しとどまるつもりだ。また会うこともあるかもしれないな。そうか、ではまたの機会にな。あのブリキさん、ありがとうございました。うん、君も達者でな。ブーンを祈る。